こんばんは。おネイルします。いつもこの暗さで配信してる。うん。そうだよ。人のこと言えんけど人に。最近この暗さ。いいね。今このくらい好き。ホテルでもこんな感じ。なんか明るいとさ、目がガンガンに覚めるんだよ。いやでもね、ももちゃんにさ、一回さ、うん、結構前かな、うん、お部屋くらいのダメだよ、病んじゃうからダメって言われたことある。しんどい。いやでもそれはあるね。それはあるよ。いやすごい分かってんだよ。だから朝は、朝起きた瞬間にカーテン開けて、うん、あのあ窓も開けて、あれそれしないからダメなんだよ。そうなんだよ。朝日浴びな、太陽浴びなさいよ。さ、うん、窓開けるとさ、うん、もはやカーテンもないからさ、うん、外から丸見えないよ。確かに確かに。そうだから開けないんだよね、あんまり。あ、間違えた、これか。それはそうね。うん、私の鉢が4個ぐらい消えたんだけど、なんで。でこの辺落ちるよ。まあいいよ、作ってるもんね、もう一個。あのねさん優勝、横井さんキラキラ、あのねさんタコ起きました、ハートありがとうございます。ゴールデンウィークキャンペーンもうですか。もうゴールデンウィークじゃん、もうちょっとで。ゴールデンウィークって何日から何日？2日から3日から7じゃない、確か。そう、なんかもうゴールデンウィークっていう概念がなかった。いや、わかる。どこに落としたの？もう一個作ってる、もはや。どこに当たんない。角川勝ったね。そうなんです、語れる人がいなくてさ、私一人で歓喜して、しかもなんかもう D リーグのアラームまで鳴らしたのにさ、もうリハ中だった全然。だからさ、ピョンがさ、うん、なんか誰かアラーム鳴ってるよ、あ、私ですわって。でみんなから、え、今起きる予定なの、何のアラームって言われたから、あ、D リーグって言ったらめっちゃ笑われた。ちゃんとアラームしてんだとか言って。ピエナにおいする。普通でいい。じゃーん、まつげパームしてきました。でも全然上がってない。そう、上がってるよ、結構上がってるっちゃ上がってるけどさ、こっちにこう上がってる。ビューラー式、え、挟んだ。なんかビューラー式とさ、ロッド式。ロッド式いいよね。あさって川崎で CD は私買うね。有給取って行こうかな。来てね、来てね。あ、これもいいかな。来てください、ぜひぜひ。でもって見てください、私エイト君を作りました。ブラックライト、あのあれ LE なんじゃだっけ、 UV ライトつけてます。これちょっと頭だけ。角は、角は後でつける。じゃらーん、上手、かわいいでしょ。してねと言われると行かざるを得ない。大正解。やっぱ行くしかないよね。ちょっと見にくい。めちゃめちゃ鼻高いね。
ハリアート。今思った声ってごめんね。ハリアート。ここ高いの羨ましい。ハリアート。それ誰かにも言われたな。アツカだ。レイちゃんとか。レイちゃん。アツカがさ、触ってくんの。なんか普通にこう対話しながら、うん、へーとかですね。違う違う違う、それ危ない、私以外の人にやっちゃダメだよそれ。想像できるから面白いんだよ。へーとか言いながら、歌であるあるがありすぎて、うん、本当にそう。話聞いてて面白いな、あの人面白いな、歌が随時だって面白いな、本当に癖強い。ただあるある。あら、ほのちゃん、くま、ありがとうございます。え、そうじゃん、お誕生日じゃん。めーたー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、うんうん、ハッピーバースデー。発表急すぎていけない人、そうなんよ。私もね、昨日初めて知りました。うんうんうん、そういうことってよくあるよね、この会社は。そういうこと言わない。そういうことってよくあるよね。だって急に言われてもいけないよね。いけなくてもいいんだよ、ただ来た方がいいよ、来た方がいいよ。CD お渡し会？初めて聞いたんだけど。めちゃくちゃ急だな。うん、あの私も思ったより急だ。びっくりした。ね、もっと前から分かんなかった。ですよ。よいよいよい。行きたい。あのピョンちゃんのスタンプのやつ、今言ってたの。めちゃめちゃ乱用してる。あれ、お待ちしておりますよ。私はお待ちしておりますよ。行きますのでよろしくです。あら、やるじゃん。やるやん。来てください。ダニーさん、タコありがとうございます。オムライスさんもタコとハートと、だるま、メルちゃんからちょっとハート、わい、誕生日おめでとうさん、タートシさん、今日も誕生日なんですか、おめでとうございます。皆様良い一日になりますことを、まあ夜やけど、明日も良い一日を過ごされますよう私がお祈り申し上げてます。それでもお話できるかな、いや、わかんないですね。でもしたいですよね。悲しいよね、話せなかったらね。せっかく来たの。本当だよ。その時は抗議します。せっかく来てくれたのに。
ね、無言でちょっとめっちゃ寂しいんでしょ、さすがにこんなに急に言って急に来てくれてる。車かっ飛ばしていくので川崎に会いに行きますね。ありがとうございます、お待ちしてます。そう、川崎もしよければ来てください、私が嬉しがるので来てください。これよくとよくもまあこれ作ったもんだな、これこのちっちゃい数字43、あぎうい、うい4月3日ほんと4月3日でした。うわかわいい、ちっちゃい数字、確かにヤッホー以外に喋れるといいですね。タワリコ川崎ガール、ラチッタデラなんておしゃれだから行くだけでテンションが、どういうこと？ラチッタレッタって何？そういうのがあるんですか？話し会？私会？タワリコ川崎ガール、ラチッタデラなんておしゃれだから行くだけでテンションが、なんかあるのかな？建物の中に入ってるってことじゃない？そのタワリコ。そうそう、なんかおしゃれなね。うん。あ、おし名前がおしゃれってこと？あ、それはあるね。ラチッタデラってある。すごい、何がも。ハイサイフェスタやってるって。え？ハイサイフェスタやってるって。ハイサイ？え、なんか沖縄フェス多くない最近？ね。翔太さんもなんかたまプラザ、うん、にね、なんだっけ、島ドーナツ売るっぽいですよ、いつだっけ忘れちゃったけど、いやもうなんかやってるっぽい、もうやってんのかな今、あと2日みたいな、行かなきゃじゃん、行かなきゃじゃん、そんなのたまたまって遠いんだよ、いや遠いよね、都心からだと割と遠いですよ。私多摩動物園行ったことあるけど、ね、動物園あるの？ちょっと遠かった。動物園あるんだ。そう、一人で行ってきた。いや、強っ。一人動物園強ない？一眼レフ持って写真。ああ、写真ならいいね。動物見てきたとか言ってたら、すごいな。写真ならまだ理解だわ。でも結構さ、遠くてさ、うん、あんまり綺麗に撮れなかった。うん、そうなんや。いいな。動物園か。水族館行きたいな、ね、今年の目標は水族館に行くことです。すごい簡単やで。いや意外とさ、水族館ってさ、まあ今度で行っか、いつでも行けるしって行かないんだよね。私たちいつもそうじゃん。そうだよだから沖縄のさ、沖縄の水族館行きたかったけど、まあ次来た時に行けば行っかってなって行かなかったよ。 何年後の話やね。行く行く、絶対今年にまた行く、絶対行く。今年の目標は旅行を趣味にすることだから。言ってたね、沖縄旅行が楽しすぎて。川水っていう水族館ある？ええー、そうなんや。3枚買うからミスターがゆっくり渡せば話せる。なるほどね。じゃあなんかこういう感じでこういう感じでやるわ。不思議。そうしよう、あのトルコアイスみたいにしようかな。トルコアイスみたいにしようかな。すぎる。え、四国水族館行きたかったんだよね本当は。四国にいる間になんかめっちゃ流れてくるのインスタで、綺麗、なんか一度は行った方がいい水族館みたいな感じで。初めて聞いたけど。そう、めっちゃ綺麗だったの。だから行きたいんだけど。水族館にいる生き物何が好き？ペンギン。魚。カワウソ。魚。全部やん。
そんな行ったことないな、水族館。場所によっても、まあ、イルカショーとかアシカショー。あ、イルカ、イルカ好きだったわ。でもあのさ、深、違うわ、サメめっちゃ苦手なの。海洋恐怖症っていうのかな。だから独特な顔のやついっぱいいるから。なんかさ、違う、サメだけ、サメだけめっちゃ苦手なの。だから海もめっちゃ好きだし潜りたいけど、ほんと小判ザメとかでも無理なの、サメ。小判ザメなんか可愛いもんな。そう、サメなんかここに生えてると無理ここにここにここにこう生えてると無理なの。要こう生えてこうなってると無理もうちょっとわかんない。こうなってこうなってると無理。あ、ちょっとサメのとこ尖ってる。あ、そうそう、サメですみたいなサメですって提示されたら無理。面白すぎるんだけど。いやマジで苦手なんだよね、そのサメだけ。そう、ヒカルも好き。なんかさ、うん、金魚のさ、うん、水槽、なんか水槽みたいなある場所もあるんだよ。うんうんうん、石川の能登島あるんだけどさ、うん、めちゃめちゃ綺麗なの。へ、うん、たまにさ、うん、展示とかでさ、うん、あの金魚展みたいにやるじゃん、やってるところあるじゃん、うん、あんな感じの、うん、そうなんや。金魚なかなかないね。あ、あそこ行ったわ、この前京香と、何やっけ、大丸、じゃ大丸の近くにあるさ、うん、どこだっけな、あのなんか金魚がめっちゃ、金魚とアートを融合しましたみたいな、あ、アクアリウム、うん、アートアクアリウムみたいな行ってきて、めちゃめちゃ綺麗だったマジで。何のやってんだ。そう、めっちゃ綺麗だった。葛西臨海公園にも水族館ある。あ、そうなん、葛西臨海公園もね、そんな品川とか池袋とか。でも私葛西臨海公園好きなんですよ。なんでかって、海が近いし自然が豊かだし、台本覚えれそうな空間。で、基準がちょっと忘れてるそうなんですよ。空間綺麗までは良かったよ、うん、その後ちょっとずれてた。いや、台本覚えれそうな空間なんですよ。仕事人間になってるよ。いや、なんかさ、そんぐらいすごい、なんかもう森がある公園ってなかなかないやん。しっかりした森があるやんか、葛西臨海公園って。森っていうかな、マジで木がちゃんと生えてる。いいね。そう、台本覚えられそうだなと思ってた。あと、ステップずれてんだよな。そう、でもランニングしてる人もいるじゃん。ランニングする人もいたし、かと思えばシャボン玉してる子供もいて、あー、いいなーと思った。めっちゃいい、そういうの。なんか地域のみんなが老若男女も使える感じがいいね、うんうん、マイナスイオンあるところいい。いいね、江ノ島いいで。私江ノ島行きたいんですよ。今年の目標はもう一個、江ノ島に行くこと。江ノ島水族館に行ったら無料を叶えられるかそうしよう、江ノ島水族館行こうかな。結構前々から言ってるよね。そう、レンタル、車レンタルしていく。そう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 、一生行ってる。何も考えてない。そう、やっぱね、予定がね合わないとね、一人で行けないから江ノ島。私でも夏の人間が多い時期にはちょっと行きたくない。ちょっと私大人数苦手だから混まない時期、ね、そう、だから夏休み始まる前か終わった。いや、もうね、始まったら終わりだよね多分。人がもう
みんな江ノ島行くから。だからその前後のどっちかに行っちゃえば。6月の雨降らない時期とかがいっちゃいいかもしれない。もはや。か、5月か。5月いいと思う。5月いいね。梅雨入っちゃうよ、やっぱり。横浜の、あそこも行きたい。なっちゃ、何公園だあれ。花が、チューリップがブワーって咲くところがあるんですよ。あの、球場の横のところ。ドライブにちょうどいい。あ、そうなんですね。オープンカー借りようぜ、じゃあ。みんなでサングラスつけて、こうやって走る。そういう日に限って雨なんだろうね、多分。楽しみだな。ほんと。いろんな意味で。いろんな意味でな。晴れ女？私一応晴れ女の初。ああ、じゃあ。違う、でもそれを超えるほどの、うん、雨女がいるっしょ、うん、いや、あのね、対等なの。私とカレンが対等なの。だから2人で遊びに行ったら絶対曇りなの。じゃあちょっと、宇多田はどうなの。宇多田は雨女って言ってた気がする。めっちゃダメじゃん。だから2-1で行ったら負けるから、ちょっと来て。いいんだよ、晴れ女って。いいんだよ、寝るって許するもんな。夜の時間があるっていうね。ハロー、I'm from Indonesia. Indonesia. Say my name, please. I'm Misaki Kawahara. Call me Misa. Thank you. すごい上手だね。私より全然できる。Thank you. そこまではできるよ。Thank you. それすごい、うん、煽ってくんな。Thank you. で、沖縄はすごかったよね。うちらが行く日だけ晴れだったもんね。そう、なんかその前後雨だった。その後雨だったんだよね。1週、もうずっと2週間ぐらい雨なんだけど、このうちらが来る土日だ。うちは来る2日間だけ晴れて、で最後アメリカンビレッジ1日目終わる頃に行って、でも満足したら帰ろうって言ってたんですけど、帰ろっかーって言った頃に雨が降ってきて、うわーってみんなで帰ったね。ちょうどよかったわ。あれで、ね、ちょうどいいんだよ。世の中うまくできてんだよ。楽しかったな。楽しかったね。うん。車で行かない方がいいよ。大渋滞だから。じゃあもうチャリ旅だ。江ノ島？うん。チャリ旅って誰が言い出したと思う？吉田カレン。正解。けど誰が一番最初にくたばると思う？吉田カレン。正解。どっちも吉田カレンね。そう。ディズニー行った時もそうだったよね、うん、そうです、そうです、そうです。吉田カレンです。可愛いんだけど、それがまたカレンちゃん、この前さ、もう笑っちゃったのがさ、うん、なんか、こっからなんかどこどこまで何分ぐらいやろうって言って、カレンが、うん、で一緒にそこに行くから、レッスン場からの道のり、うん、どんぐらいなんやろなーって、っていう会話をしてたんだけど、うん、カレンがさ、どんぐらいなんやろって言って、でずーっと前向いてたんで、横向いてたの、こうやって、うん、で黙ったから、あ、調べてんのかな、珍しくと思ってパッて見たら、って座ってた。口開けてで座ってて、いや調べてないんかいみたいな。で笑ってた。カレン
ひどい時とかどの辺なんって聞こうかね、どんぐらいなんって自分で調べスマホ持ちながら調べない。いやなんかでも沖縄旅行行く時はさ、なんかここ行きたい、うん、あそこ行きたいって割とみんな積極的に言ってたじゃん、うん、でもあじゃあなんかどうするで当日さ、うん、案内どこ行くそうそうそう全部ひかがやってたの隣で、ね、あー面白かった、もう笑っちゃったよ。佐賀福岡に住んで、あ福岡、福岡は海の中道に確かあった、海中ってわかる人いるかな、あの福岡がこうあってちょっと日本海側にピュッて出てる、なんかちょっとピュッて出てるとこがあって、そこが海の中道海浜公園っていう、まあサイクリング型できたり植物園があったり水族館があったり、こうでっかい公園があったりプールがあって、プールは有名ですね、サンシャインプール。そう、そこ私そこの場所が一番大好きだった福岡で。小さい頃から幼稚園、私もこれ時効だから言っていいのかな、え、いや言ってた言ってた言ってた幼稚園、なんかめっちゃ系列なのよ、系列なんだけどさ、幼稚園ぐらいいいかな、なんか池田エライザさんもそこ通ってて、たらしい、知らんけど知らんのかい、うん、パパが言ってた。そうなんですよ、そこに行ってたのだけど、そこが毎年遠足がね、 海の中道海浜公園に行くだったの、うん、私小学校もなんか遠足みたいな感じでね、そこにね6年生と1年生が手つないで2年生と5年生が手つないでみたいなやつで、そうマジでいい6年生に当たるかドキドキしてたちょっとそっけない、なかった、1、2と3、4と5、6で分かれてた、うん、あそうなんや、うん、でもあれやった。学校行くとき初めさ、集団下校、うん、下校じゃない、集団登校があってさ、うん、なんか同じ地域の人が集まって、6年生と1年生一緒に行くみたいな。今もやってた。めっちゃ嬉しかったんだよね。お兄ちゃんいたから。あ、嬉しかったんだ。お兄ちゃんいたから。うん、だよね。一緒に行ってた。いいや。え、毎日だったよ、集団登校。本当？うん、途中からなくなった。マジ？道覚えるまで集団登校を毎日して、で何か集団下校が週、うん、月2ぐらいだってた。めっちゃあるね。そう、何か今日は集団下校の日ですみたいな感じで、たまにだった。マジ？なんか終わった後にみんな体育館に集まってこう 班ごとに並んで、うん、でなんか、はい、変わりないですか、はい、お疲れ様でした、帰りますみたいな定例会みたいなね。私たまにさ、クマとか出るとあった。マジ、うん、規律規律。学校の近所住み同級生がいる。近所住みに住んでる人たち。私もう周りめちゃめちゃあれだったから。
周りめちゃめちゃ同級生、近所、友達いたよ。てかもうなんかそういうところだった、どこも大体そうだった。もうそうだね、なんか中学校とかになるとさ、うん、なんか校区外っていうの、電車で通ってくる子とかもいたから、離れてた子もいるのかな。私立幼稚園って、へえ、面白いな。子供の頃歩いた道を歩くと意外と近く感じ、そう確かに思う、それはマジで思う。子供の頃はね、視野が下だからね。だから子供なんて言うんだろう、なんか TikTok とかで子供目線で子供のここにカメラを下げさせて、こう例えば夢の国行ったりとかしてる人たちがいるんだけど、めちゃめちゃなんかうわーって思う、いいなーって。確かにこういう視点だったなーって思う、懐かしい。なんかね、いいよね。暗いね、あいね暗いね、ラハトムジック。何が OK だったのか分かんなかった。暗いねって言われたから、そう、暗いねって言われて脳裏に頭によぎったのがあいね暗いね、ラハトムジック。そういうこと、全然分かんない。そういうこと、 OK 了解。そういうこと、OK。登下校中の思い出、うん、私もマジで学校めっちゃ近かったからさ、正直。でも他の人と比べたらって感じ。なんかチャリでさ通学する人とか いたやんか、いるんよ。そういう人たちに比べたら全然近いけど、まあ登下校中遠かったか、マジ、うん、登下校中な。でも一回すごい記憶に残ってんのは、うん、学校行くまでに階段があるの、うん、めちゃめちゃ長くて、うん、まあ石でボコボコのね、うんうんうん、一回駆け下りてたら、うん、溝にはまって足、うん、全力で転がった。おもろ、申し訳ないけどおもろ。
校怪我したもん。小学校校門まで徒歩5分だった。ガチ。でもさ、学校ってさ、小学校中学校でも学校ってなんかこう門までに坂があるじゃん。絶対ちょっと高台に作られてるからさ、うん、割と坂があるこう学校だったんだけど、こうなんかめ割と急やん学校前の坂って、うん、めっちゃ低いとこ急だった。そう、その長い坂の途中でみんな合流してくんのね、こうやって班の人たちが、うん、でみんな班長とかやから、その辺から班長にバレないぐらいでばらけ出すっていう。そう、でも別に班長もさ、ばらけて怒るとかでもないからさ、班長もはやよーみたいな。で先生が近づいてくるにつれて並べ並べ並べみたいな。そんな感じだったわ。難しいな。だるま、ひろしさん、つんちさん、ありがとうございます。いい6年が優しい6年生だった。私めっちゃあの手つないだ人が、しかも6年生に知り合いがいて、その近所の人がね。そうだからめちゃめちゃ、あ、なになにちゃんのとこの、なになにちゃんの近所の子ねみたいな。いいね。そうそうそう、めっちゃいじってたな6年生のこと。なんか変わってなくて面白いね。うん、なんかさ6年生の 5年生ぐらいのあの上56個上の女の子がいて近くに、うん、その人に会いに行ってたんだけど、うん、日に日にさ面識が増えていくわけやんか。あ、何々ちゃんの近くの子やみたいな。でしかも1年生が来ることってまずあんまないからさ、うん、何々ちゃんって遊びに行って、でなんかレイカちゃんって子がいたの。めっちゃおもろい子が、なんかもうボケ倒すような子がいたんだけど、レイカちゃんが周りからイカちゃんって呼ばれてて、うん、レイカのイカとって、でイカちゃんイカちゃんってみんなが言うもんやから、でも認識、脳内での認識はイカちゃんなわけね。で他の人もレイカちゃんって呼ぶ人もいたけど、あのイカちゃんの経緯が分かんなかったから、小2小1の私はあ、イカちゃんやんみたいな、イカちゃんイカちゃんってこうやって言ってたから。懐かしい。なんか小学生ってさ怖いもの知らずだよね、うん、ほんとめっちゃ可愛がってもらってたわ。高校は急な坂だった。やっぱね、学校はね、芸人芸人って、芸人ではないけど、本当面白い人いたんですよね。散歩コースさん、だるま、ありがとうございます。やばい、足が痛い。どこにエイト君をくっつけるかだよね。3と3足して6、6、悪魔の数字。何の番知らない。知らん。関さん知らん、本当にわかんない。めっちゃあの関さんの真似をする人が TikTok で流行って、知らない。全然わかんない。なんかはん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 ってやつ。知らん。知らないの。高校は1年のうち半分は電車に乗り遅れて遅刻した。まあそんなもんだよね。いや、それで卒業できたんだ。うん、まあそんなもんだよね。花尾さんとおかかさんと同じシチュエーションですね。あ、そうなんや。おかかさんって呼ばれてたんだ。知らなかった。
逆に私は30なんかバス使って行ってたんですけど、電車とかバスをこう乗り継いでのが近いからって言ってわざわざ電車じゃなくてバスで行ったんですけど、バスが授業開始までにいればいいっていう高校だったね。で授業開始まで30分前、その1時間目始まるまでの30分前に着くやつしかなくて、30分前にいつもついてきましてた。いつも一番に来て誰も欲しい、割とギリギリに行って、うん、クラスで朝ごはんのおにぎり食った、うん、あー食べてた、みも食べてた。いやなんかマックもあったのね近くに、うん、だから朝着いてまず朝マック買って教室行って朝マック食べながら、吉田カレーまだかな、吉田カレー人と一緒だよね、吉田カレーまだかなって、あの HKT の武田智香も一緒だったんだけど、ほんと2人もギリギリに来るから、そうめっちゃ待ってた。でギリギリにボサボサの髪で来る吉田カレー、帽子脱いでこうやってこのままで来る吉田カレーを見てた。いつも動画撮ってた毎回。レッスン場来る吉田と一緒。そうそうそう、あんな感じ。学校行くときの朝マック素敵なのに、最高でしょ。通ってた高校の正門前が有名な開かずの踏切で、先生すら遅刻してたの。マジ。それこそチャリだった。チャリね。だるまありがとうございます。チャリ通の人、うわでもチャリ通エモいよな。なんかそのジョンマイラブで一緒だった青ちゃん、葵ちゃんが帰り際にあのなんか合唱をやってたらしいんだけど、合唱歌やってたらしいんだけど、うん、帰り際に合唱部の子たちと好きな音楽をハモりながらねチャリで帰ったっての聞いて、うん、うわあんだよそれって言った言ってたみんなで。いやいや誰よりも青春してんじゃん、ね、そんなハモりたとか、彼もさ、彼もハモりたかったとか言って、あと7分でキルチャーで配信、うん、だよね、青春してるわみんなね、本当だよな。ダイちゃんが配信してる。5年一貫の高校に行ってたから5年間同じチャリ、同じ道をチャリ通し、チャリ通したのですか。5年間チャリ通したのやばいね。えらい。えらいよマジで。私中学校の時諦めたから自転車まで買ってもらったのに、うん、1日目行って、うん、そう帰り坂道だからもう重すぎて持てなくて、うん、帰り坂道すらそうで結局、うん、おばあちゃんに送ってもらってで1年に1回かな、なんか気が向く時が来るわけ、うん、あ自転車で行ってみようかなみたいな、うん、次に行ってた。そう1回行って、うん、で結局、うん、いやもう、いやわかる、なんかでもなんかまず普通に電車にさ、田舎ってさ電車一本乗り遅れたらもう終わりじゃん、はい、電車に乗り遅れてうわもう終わったーって時はパパが連れてってくれてた結局親に頼って、うん、ブチギレられながらなんか行き帰りだいたいおばあちゃん来てくれて、うん、おばあちゃん確かに。だったり暇な時に超気まぐれで、明日パパ何もない駅に車連れちゃいちゃおうかとかって。いいや、そういいパパじゃん。だったりあのまだバスが間に合う駅まで連れてってくれてたりした、うん、学校で。高校は私はねもう
高校はマジ眠すぎて授業中あなんか意識朦朧としながらノート書いてありがとうございましたって言った瞬間に寝てたかってめっちゃ真面目だったマジ1回目のテストでクラス1番取ったマジそれくらいにはちゃんとやってたけどまあね続かないもんだよねこういうのって本当だよ電車乗りに来るで諦めて家帰ってがんこちゃん見て寝よう間違いないあれですよ学校休んだ時のがんこちゃんがいっちゃおもろい学校休んで休んだ時にしか見れない、ね、そう休んだ時にしか見れないがんこちゃんというのが一番ねおもろいけどちょっと罪悪感あるよねそうこれみんなだったんだこれいやその面白いな全国共通なんだねそ全国共通だと思ったがんこちゃんそうがんこちゃんでちょっと車でとか足の怪我した初期だった確かにお高校生の時はご自称ルームすること多かったせいかああでも確かにそれはあったかもいけいけがんこちゃんの曲が休んだ心に一番しみるんやで無理間違いないよねうん分かる分かるがんこちゃんってさ人間の後の話って知ってる何都市伝説ですか？え、普通に設定がそうらしい。人間。でも恐竜でしょ？そう。だから喋れる恐竜って。恐竜ってはるか昔に絶滅してんじゃん。そうそうそう。だから新たに生まれたってこと。そういうことらしいよ。それ初めて聞いてさ、なんかで見て、あ、TikTok だそれこそ。TikTok でめっちゃ流行ってて、なんかコメント欄に。あ休んだ時これ見てたなみたいなコメント書いてあってあみんなそうだったんだなと思いつつがんこちゃんってなんか人間界の後の話って知ってるみたいなコメント欄ってえそうなのみたいなめっちゃ盛り上がってたそうですよみたいなコメント信じるか信じないかは私は間違いないわコンフィデンスマン JP の世界へようこそコンフィデンスマンの世界かコンフィデンスマンの世界へようこそあと2分できるけどランキング読まなくていいのそういつも58分9分に読んでるんギリギリなんだあと30秒じゃじゃあ13位ベルちゃん会長さん12位オムライスさん11位タミオさん10位アメさん9位横湯さん8位フロストさん7位オニオンナイトさん6位ジョークスノーさん5位タートシさんあおめでとうございます お誕生日、4位ホノこれはホノちゃんお誕生日おめでとうございます3位エンチュさん2位アメさん1位タケモトさんでしたそれがとありがとうございましたバイバーイまた完成したらお見せします。